こんにちは、キャンドルアーティスト星野です。本日はプルプルツヤツヤのジェルキャンドルを作っていきます。とても可愛いのでぜひ作ってみてくださいね。それでは本日の材料をご紹介いたします。ミルクパン、顔料ウォーターグリーン、顔料ブルー、ハサミ、芯、温度計、ジェルワックス 115g、 シリコン型、 IH ヒーター、以上になります。今回のようにグラスに入れないジェルキャンドルを作る場合はベタつき感の少ないジェルを選びます。ソフト、ハード、スーパーハードとありますが、ハードタイプかスーパーハードタイプを選びます。今回使った芯は木でできた木芯を使ってます。木芯は見た目がおしゃれで燃焼時のパチパチ音にも癒されますが、芯の焦げが目立つのがデメリットです。それでは作っていきましょう。